会社の株は売った方がいい。考えてください。考えてみてください。私は思うのです。心配してやろう。ご質問のある株主の方は、ぜひお願いいたします。その結果がお前たちの限界だ。僕は思うのです。聞いてください。おい、ご質問のある株主の方は、ぜひお願いします。落ちるだけだな。私は思うのです。決策も見出せねえぞ。考えてください。聞いてください。おお、いいことはねえよ。ご質問のある株主の方は、はい、挙手をお願いします。ええ、甘く見すぎなんだよ。聞いてください。考えてください。一理あるな。ご質問のある誠に申し訳ありません。ご質問のある株主の方は、ぜひお願いいたします。で、経営してないっしょ。考えてみてください。言わせてもらっていい。ちょっと待ちなさい。言わせてもらっていい。ちょっと待ちなさい。言わせてもらっていい。お願いしてうっしょ。ご質問のある株主の方は、挙手をお願いいたします。すみませんでした。ご質問のある株主の方は、挙手。解決策も見出せねえのか。ちょっと待ちなさい。不思議な状況だ。考えてください。もう言うことはねえよ。これにて、はい、定期株主総会を終了いたします。はい、これで最高の株主総会だったな。株価大幅アップだ。まだまだ成り上がるぜ。嬉しいね。よっしゃ、営業開始だ。どこまで行けるかね。ラッキー。ダメだダメだ。よっしゃ。ま、ほっ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 、ラッキーじゃ。まだまだ若いもんには負けんぞ。今回の営業結果です。素晴らしい結果ですね。株価アップだ。
く頼むぞ。はいよ。ますます頑張るぜ社長。実力アップ。よっしゃ、営業開始だ。美しき街横浜で産声を上げてうん十年。目まぐるしく変化する時代の中、私たちが決して変えなかったもの、それはこだわり抜いたせんべいの味とお客様を大切に思う気持ちです。あなたの笑顔を作る企業でありたい。笑顔が一番、私たちは一番ホールディングスです。今回の営業結果です。素晴らしい結果ですね。みんなよくやったぞ。株価アップだ。よっしゃ、営業開始だ。さあ、始めるかの。ラッキー、超ラッキー。まさかまずいドラえもん。ラッキーじゃ。いいね、うまくいったの。今回の営業結果です。素晴らしい結果ですね。株価アップだ。株主総会が近いです。わかったわ。
疲れてんだよ。よっしゃ、営業開始だ。始めますね。よっしゃ、おお、ラッキーじゃん。やったラッキー。まさかの。いいな、ダメだ、うまくいったの。うまくいったの。こじつけじゃねえか。今回の営業結果です。素晴らしい結果ですね。株価アップだ。おい、ええ、へえ、そうですね。おう、さあ今日も一挙頑張りますか。有意義な会にしてやるさ。株主総会、行くぞ。それでは決算報告をさせていただきます。ありがとうございました。それでは質疑応答に移りたいと思います。今日は徹底的に追及します。ご質問、まだまだ甘さが目立ちますね。僕は大物でした。私は大物、私は大物でした。聞いてください。私は大物でした。私がご質問のある株主の方はぜひお願いいたします。お泊まりの会社はたくさん年寄りの話を聞いて、ここで聞いてください。考えてみてください。信頼してやる。ご質問のある株主の方はぜひお願い。校長とか笑わせるな。いや待ってください。聞いてください。私は大物です。いいじゃん。ご質問のある株主の方はぜひお願いいたします。ちょっと待ちなさい。僕は大物でした。聞いてください。私は大物でした。ご質問のある株主の方は誠に申し訳ありません。ご質問のある株主の方は挙手をお願いいたします。そのレベルが低すぎる。聞いてください。何か考えてください。言うことはねえよ。これにて定期株主総会を終了いたします。それ最高の株主総会だったな。株価大幅上がってきたぜ。ランキングがアップしました。よっしゃー、株主、はい、これで三連星とかいうのは、それは私だよ。あなたは、え、どうも、本省コンセ横浜で最大の企業、そしてかつて私たちを騙して、なんだって
どうして決まってるだろう。父親を亡くして急に後を継ぐことになった一人、こんな格好の騙し大将が案の定手を差し伸べるふりをしたら、ほいほい騙されやがった。大事な親父の作った事業、てめえ、もともとこいつの父親が私は気に食わなくてね、人情経営とか言って周りからの人望を集めて楽しげに事業を拡大していたから、ずっと目障りだったんだ。いつか潰してやろうと思っていたが、まあ私が騙さなくてもお前は遅かれ早かれ誰かに、なんせ私は横浜ナンバーワン企業この野郎、おっといいのかい、飛ぶ鳥を落とす息、それも私を殴ったとなれば、んなこと知ったことが、やめてください。カスエリちゃん、ここで殴ったらこいつの思うツボです。こいつは私たちに自滅してほしい。ほう、私たちは正々堂々絶対にランク。ここからは我々もあまりか。春日さん、ああ、わかった。春日さん。おう。頑張りますか。役に立ってみせますよ。はい、わかりました。よっしゃ、営業開始だ。じゃあ始めるかの。ついてないよ。ついてない。いいわね。いいね。うまくいった。うまくいきました。結構できたんじゃないか。今回の営業結果です。素晴らしい結果ですね。株価アップだ。